この惑星の住人は冷たい海に潜ってまで食物を得ようとする。はあ、寒い。どうせ潜るんやったらあったかい海がええな。それがハワイだ、ジョーンズ。休みます。どこ行くの、ジョーンズ。ここはどこですか。ハワイだよ。ただこの惑星の休みとは何をやればいいのだろう。働いてるじゃん。ボスでハワイ。はい、どんどんやろうぜ。はい、はい、よーい、どうぞ。寒い。冷たい海は潜りたないわ。そやな、マヤ。どうせ潜るんやったらネクタイ海がええな。ハワイやったらええのに、見たことないけど。カット、はい、カット。笑うまで微妙な場が。もう一回潜るんや、もう一回潜るんや。寒いけど抜くとなったらもう一回潜るんよ、ジョーンズ。もう一回潜るんよ、ジョーンズ。はい、寒いけど抜くとなったらもう一回潜るんよ、ジョーンズ。はい、はい、では本番スタートします。スタート。寒いけど抜くとなったらもう一回潜るんよ、ジョーンズ。カット。はい、カット。カット。そんな話をみんなでしてたんです。ありがとうございます。お二人で考えてですね。はい、そうです。お名前の話、頑張れるんやさん。素敵かな。ありがとうございます。どこ行くの、ジョーンズ。ここはどこですか。 Ready and action。 ここはどこですか。ハワイだ。カット。 Ready。 Ready and action。Cut it. はい。右手を木に添えるとどんな感じ？こっちも、はい。あ、それでもね。はい、よーい。結局働いてるじゃん。カット。カット。カット。もうちょい行きます。あ、はい。ちっちゃい声で、はい。だからこれ遠くの人に向かって行ってるんじゃなくて、すぐ近くの人に行ってる感じです。それがハワイだ、うん、ジョーンズ。はい。はい、よー。それがハワイだ、ジョーンズ。で、まあ、あの、すでにも背景を撮ってきたんですけど、はい、
あの岬の向こうにとこがあるのよ。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます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 。一応久坂さん一応座ってるんだよ。はい、はい、一回背泳ぎみたいに頭後ろにペチョッとつけます。はい、あ、はい、あ、素晴らしい。じゃあ、すいません。ありがとうありがとうございました。
はい、プレイバック。お願いします。プレイバック。はい、OK です。はい。以上です。ありがとうございます。ありがとうございました。どうもありがとうございました。皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。I've been a diver all of my life. I love the ocean, and I would just be concerned about decompression for some of these people. なんて言ったって僕はね、このコマーシャル大好きだったから、それにね、出られただけでもものすごい嬉しいし、あのジョーンズさん僕もすごい好きなんだね。いろんな映画の中で出てかれるのね、芝居見ててもさ。なんかすごい個性的でね、大好きだから、それと一緒に映るだけだって素晴らしいよね。もうまさかと思ったもんね、お話いただいた時に、ええ、ジョンズさんも出られるんだ、本当に本当にそう思ったね。空気がきれい、水はきれい、砂もきれい、景色もいいし、そしていい女性、きれいな女性たくさんいると思うし、ワイキキだけじゃなくてノースショアの方の良さとか他の島の良さとか、それぞれ、それこそジョーンズさん、いろんな島、いいとこいっぱいあるよって言いたいね。もうお仕事をやってね、まあ相当心身ともに疲れたなっていう時にさ、愛する人と一緒にそれハワイ行ったらもう最高だべと思うな。まああそこで撮影やってハワイの休日っていうアルバムも出してんだよ。うん、それがまあすごくそのハワイに系統してね、で最初に初めてそのハワイのワイキキでサーフィンをやったのがやっぱりすごい思い出だね。いやー、こんなに気持ちよく乗れるもんだと思って、それからだんだん今度はノースショアの方行って横浜ビーチっていうのがあって、そこから乗り始めたのね。ちょっと波が少し大きいところ、それで今度はサンセットビーチ行ったらあまりにも波がでかくて怖くて乗れなかったって、そういう思い出があるね。最近、あのね、俺4月11日誕生日なんだけど、その誕生日ものすごいサプライズだったの、ね、あの桑田佳祐君夫婦ね、それからあの山下達郎君夫婦、そして星野源君っていうね、その若手みんなでその誕生日を祝う会をやってくれたの。全然俺知らないで、その場所へ行ったらいきなりなんか演奏が始まったの。誰がやってんだろう、俺の曲芸歴でやってなと思ったら、桑田君のバンドがいきなりブラックサンドビーチを弾いて、これほど驚いたことないね。まあその彼らがそうやってね、企画を立ててくれて嬉しかったね。うん、びっくりした。記念すべきもう80だからね。うん、4回目の二十歳っていうね、4回目の成人式。南国行くっていうのが一番の理想だと思う。うん、この間つい、まあ、最近だけど、あのタヒチまで行っちゃったよ。ボラボラ島行ったよ。でもそのちゃんとしたレストランがね、美味しいんだよね、結構。それにやっぱ感動したしね。で今度はまたハワイ行くんですよ、2週間ぐらい。お仕事1週間、休み1週間ね。で今度はね、そのね、アメリカからね、いつもアメリカでは行ってたお寿司屋さんがね、ハワイに越してきているの。だからハワイでお寿司食べられるの。俺また美味しいんだね、これが。そうなんですか。うん、新鮮な魚が手に入るんだな、やっぱ島だからさ。寿司ぐらい日本で食えていいかもしれないけどさ、うん、でもまたああいうところで食べるとまた美味しいんだよね。うん、自分の船でガウ島まで行ったのが一番面白かったな。もうこれは30年以上前の話だ。母島を越えてから海の色って変わるなって。黒潮っていうのはやっぱり本当にね、黒っぽいんだよね。プランクトンのせいだと思うんだけど、母島から外へ出るとコバルトブルーってこんな色があるんだっていうような海の色に変わるんですよ。それを自分の実体験としてね、飛んでっちゃった浜辺で泳いでるってのは全然分かんない。船で行ってそれこそ島からどんどん離れて周り何も見えなくて全部水平線になるところ走るじゃない。その時のその透明度とね、ブルーの凄さ、
わーっと、これはやっぱり行ってみないとわからないけど、そういうふうに色が違うんだっていうのはね、大発見でしたね。うん、やっぱり癒しと、それから、うん、極楽っていう気がするね。まあヘブンだな。一言で言うとヘブン。行ったことないけどもさ、気持ちはヘブンだ。まあハワイっていうのはこういう雰囲気なのかね。渋谷駅のところが工事をずっと多分していて、でその工事が始まる前ぐらいに渋谷駅のところにこう映画館とプラネタリウムがあって、そこにあのちょうどメインブラックの映画の大きな看板があるのを見ていた自分がかつていたので、ちょっとその時の自分にあの後々このジョーンズさんとご縁があるかもしれないよってちょっと教えてあげたい感じですね。なんだかこう横を向いた時にジョーンズさんがいらっしゃるのがちょっと不思議でたまらなかったです。あの私たちはちょっとその土地の言葉で、あのいつもと違ったイントネーションでこう話したりするんですけれど、あの用意スタートがかかる直前からすごいこう風と音がゴーって鳴り出すので、ちょっとそれにこう皆さんとの掛け合いをテンポよくやらなきゃと思うんですけど、その辺がうまくいってるのかなとか思いながらやってたのが楽しかったですけどね。あのいきなり初めましてって言って、いきなりこうすごくコミュニケーション取れている感じの設定を演じないといけないので、はい、ちょっとドキドキしながら楽しかったです。あのちょうどそのなんていうんですかね、海に潜る格好の時にもお二人はこうチークを塗ってらしたので、それはこういう時もそうなのかなと思って、思わずあのチーク塗ってるんですかってちょっと聞いてしまったんですけど、あのチークだけはこの設定の中でもちゃんと塗ってもいいよっていうことだったって確か伺ったと。はい、ハワイはあの若い時にはこう仕事でも何度か訪れたことがあって、最近あまり行けてないんですけれど、だからちょっと変わったところがあるのかなと思いつつ、あでもあのよく買い物もしましたし、ご飯もいっぱい食べましたし、ちょっとあの今日のあのジョーンズさんの休みますっていうカットがあまりに素敵だったので、あのちょっと私もハワイに行きたくなりました。私は休みの時に、ああ今日セリフ覚えなくていいんだって思いながら一日過ごすのがすごく幸せです。今日台本を開かなくていいなって、ああセリフも覚えなくていいんだなって思いながらいろんなことをしてるのがすごい好きです。なんか女優さんになったような気分でした。なんかな、待ち時間とかあのよく見る映画のね撮影所みたいな椅子に座って、なんかあったかいヒーターみたいなのに当てられてね、タオルケット巻いてね本当女優さんになったような気分で、あの私よく小雪さんに似てるって言われるので、なんか小雪さんになった気分でした。あの楽しかったですね。撮影もあっという間に終わって、あもうなんかもう最後私でラストカットって言われた時にもう終わっちゃうのと思って、なんかもうずっとここにいたいってちょっと思っちゃいました。ありがたいです。昔から見てて本当に笑ってしまう CM だったので、やっぱ撮影実際にしてね、本当になんか笑っちゃうんですよ。やっぱ途中で面白いのですごいなって思いました。監督さんの、あこの方が作ってたんだって、うん、あ元をたどって、あ謎が解明されたというか、あこんな感じなんだと思いましたね。そうですね、ずっとなんか聞いたらスタッフさんも12年間ほとんど変わらないチームでやられてるってこと、すごい歴史を感じました。あのオーラが違いますね、ハリウッドスターは。でやっぱその
撮影終わってあのあ最後終わられて全部終わられて帰られる時に一人一人に握手してくれたんですけど、私もしました、ね、手が分厚くてなんかねグローブかと思ったほんとすっごいそんぐらい分厚かったんですよ。確かにあすごいなハリウッドスターの手ってこんな分厚いんだって思いましたね。すっごいすごい分厚かったよな。あの最初メイクしていただくときに撮影前にちょっとチークあの落としましょうかって言われてちょっと薄くして現場入ったんですけど、監督さんがあれいつもチークすごい濃いよねって言ってそのままで行こうよって言ってチークまた足させてくださったんですよ。そうね、ちょ嬉しかったね。嬉しかったね。私たちのこと知ってくださってか知ってくださってるんだ、ちゃんと見てくださってたんだと思ってめちゃくちゃ嬉しかったです。あと和久井恵美さんがすごく優しい方で、撮影の中カメラ回ってないところですごい話しかけてくださったんですよ。そうなんです。先ほど楽屋で頑張れるやっていう名前っていいよねってみんなで話してたんですって言ってくださって、で確かにあの多分楽屋がお隣だったんですけど、なんかその前に結構隣の楽屋であなんか盛り上がってるなって思ったんですが、この時かと思って、カンパレルやっていい名前だよねで盛り上がってくださってたんかなと。嬉しかったですね。なんかすごい親しみを持って、はい、気さくに話しかけてくださる方で、はい、あ女優さん初めて女優さんとこんだけその一緒に ご一緒させていただくことがあったので、もうこんな方なんだと思って、もうさっきどんな表情したのとかしましたとか、3人でこう順番にどんな表情したか見せ合って一個してこう笑ったり笑い合ったりとか本当にすごい本当に親しみやすかったです。あもう全部24時間一緒ですね。でもちょっと結局だらっとしちゃうので家であの動画見てたりとかお互いにそういう休みになっちゃってますね。こっち来てからは家庭菜園したりとか、あそうですね、ベランダで家庭菜園してるんですよ。なのでその苗を摘んだりとか雑草を取ったり、はいじゃあですかね血もつながってないのにこんなことできる？できますか？ありがとうございます